さあ、賞賛対大村さんです。さあ、大村さんがすごい勢いでね、上がってきました。賞賛もすごいです。さあ、中盤ターゲット、現役時発動。さあ、早いですね旋風。さあ、項目当たる。さあ、しっかり拾っている。中継高い、中パンチでゲージため。前中継、すごい歩く。さあ、下段から崩れていく。しっかりつないで、まずは翔さんが1ラウンド先取。ブロッキングから金中継高い。中盤なんか出ていきましたね。さあ、カニマガード。さあ、ブロッキングから台形 EX マシンガン、ジャックマシンガンだ。キングアッパーバラ重ねて、こうなってないけど、ダート、減りすぎる。歩いてした。さあ、判断が素晴らしい。ゲージ発動、手前落ちた。下段が早かった。テンプテンプ、第一般絶賞当たらず。いく小木ブロッキングして着地は投げている。歩いてした。弱マシ、弱マシ、ショートスイング減りますね。さあ、中盤ターゲットで追い返していく。うう、投げているのは翔さん。さあ、ダットリの歩いて前かした。怖い。肩ジャンプ下段通して航空。さあ、ショートスイング、まずはヨモルさんが1本取っていきます。さあ、高い裏当てがちょっと届かず。歩いてした。さあ、これの読みが冴えている。めっちゃ痛いよ。投げて。さあ、ここで現役人旋風。さあ、中段でちょっとダメージ取っていく。前方転身崩して2小鉄山、中盤2小脚、前風呂、前方転身。さあ、ここで現役人発動して旋風。中継、中継、歩いて。さあ、弱系が届かなかった。じゃあ、バックジャンプで仕切り直す。絶勝対空。中継、空対空中で落とす。現役人発動して、さあ、横田さん前に来ていた。さあ、中継、中継で置いて、絶勝でとりあえず取れるダメージ取っていく。 EX ショートスイングで投げ受けて、下段が刺さってしまう。前ブロー EX マシンガン、着マシン、前中継ジェット、バラがしっかり重なっています。1ドットダメージが入るんですよね。投げて、さあ、ブロッキングからカニ、カニが出る前に歩いて投げていた。あと、ここまで来ると現役人中でも行くのかなり怖いな。下ブロカニー、カニー、下ブロカニが冴えています。山田さん、歩いて中大ターゲット、行け中。歩いたら台形が置いてある。行くのも怖い。前大パン、手前落ち雷撃といい感じに噛み合う。右足でしょ、よく見ている。
ブロッキング、さあしっかりコンボ決めて、ゲージ回収も素晴らしい。前中継暴れ、削りに行けなかった、しかし残るディープ、まだいける、ここで発動絶勝でいく。さあ今のどっちが行くんだって感じでしたけど、行ったのは翔さんでしたね。さあ手前落ちにカニみたいな感じだと、歩いてきたとこはしゃがみ中パンチフォーク、さあターゲット出し切る、大パンチ下がって中パンでゲージ溜めつつ、ここで発動する、さあ下段で崩れた、もう一回打撃、これは減りますよ、中継ディープで乗っかる、怖い怖い。さあブロッキングして着地は下段、フォークスクリーまで一瞬投げます、歩いて投げ、中ターゲットから現役で発動、小木中継補正を切って、これもブロッキングしている、着地は投げ、さあバックステ読みか、鉄山がヒットする、さあ押さない、これはさあ打開裏当て冷静、さあ翔さん1本取り返していきます、 1-2 この勢いでいけるか翔さん、それとも山田さんがここで止めるか、投げて、サイパン、さあカラージャンプ投げているのは山田さん、さあカニが当たる、前中継ジェット、歩いて絶勝、暴れ、一旦固めておとなしくさせて、そこから前方転身、中盤絶勝、さあ打ち込んでしまう、手痛いダメージとなってしまいました。あ、よもださんリーチ、カラージャンプ下段投げて、ゲージ発動、さあしゃがみ中パン暴れ、さあ下風呂と打開噛み合いましたね、バックジャンプ大パンで降りてくる、さあ2回いけるんですよね、さあ鉄腕手前落ちは投げている、さあ帰ってくる、そしてつながっている、中足でしょう、状況も見逃しません、いちいち高い発動して、さあ手前落ちには大パンチの判定が強い、これは空中で落とす、鉄山絶勝、端っこに追い込んで、さあ下段を重ねるとカニがブロッキングから入る、危ない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 、発動して旋風中段中段、さあ下段で崩れる、これは美味しい、しかしダッドリーのパワーは分かりませんからね、怖いですよ、絶勝で逃げる、空対空、さあ翔さんつないでいきます、 2-2、さあ5本目、打開裏当てはこれはならず、カニが怖い、中継なんか変な旋風出た、幻影陣発動、旋風ガードしている、前方転身で崩して、さあ端っこに追い込んで、さあゲージ効率がいいですね、空対空、さあ下中継ブロッキングして様子見ましたね、なんて恐ろしい、
これはシサブロ、これはガードしている、冷静、技を入れ込まない、確認しているのか、すごすぎる。さあ中間タイプ、しゃがみ中継、さあこれで今度は翔さんがリーチをかけます。中継絶唱、大決断、これは空中ではなかった、決断ゲージ発動して前方転身、ほぼくん球体空が速い、さあ超パンターゲットからゲージが入る、コンボは落とさない、さあ翔さんが